やった。誰？どうやって壁の中から？うん。なんで私の名前知ってるの？ちょっと何よ、それが目上の人に物を言う態度？っていちいち先輩風吹かすなよな。まあ、なんで見えるの？生身の人間には見えないはずなんだろ。どうすんだよこういう時。こうなったら仕方ないわ。あれよ。うん。問われて名乗るもおこがましい。タクト。メロコ。二人合わせて。ネギラ。おいしそう。タクト、私やっぱりこのコンビ名嫌だな。我慢しろ。部長が決めたことだ。うさ耳と猫耳、柔らかい。私を迎えに。そういうこと。待ち上がれ。あと一歩だったってのに。あん？バカ。おとなしそうだからって舐めてたわ。お、いたぞ。本当？なんだっていいじゃねえか。へ、分かってるって。捕まえたぞ。あ、死神さん。あんたに勝手に出歩かれると困るのよね。さ、おとなしく家に戻り。そりゃ見えないな。だからお願い。分かった。俺がお前を16歳にしてやる。ついでに16歳になってる間はその体も健康な状態にしてやるぜ。いい子だ。な、16になってオーディション受けて、そんで現実知ってスパッと落ちりゃ、未練なんざかけらも残りゃしねえよ。死神さん、喉は大丈夫だぜ。歌えよ。